ヨーブラザー知らせ頃です。いつもご視聴ありがとうございます。無双の公共誌イベント予告ですね。出ました。これ去年から情報あったものなんですけども、やっとまとまってあさって公開って形になります。であさって16日の、11時からイベント期間始まります。これ、31日までが期限なんですけども、毎日挑戦が何かしら解放されていきます。で7日目に全ての挑戦が解放されるようなんで、7日経ってからゆっくりね全部いっぺんにやるって方もいると思うんですが、一応毎日1つずつ初日に全部いけるぜっていうことではないので、そこだけお気をつけください。で挑戦時に難易度と特殊戦闘効果みたいのがあります。難易度はもちろん、自分に合わせてるんですけども、特殊戦闘効果、変装を選択することができると。選択した変装難易度によってポイントがね獲得は変わってくるということなんで、おそらくこの特殊戦闘効果ってやつも直接クリアが難しくなったりするのにね結びつくような設定なんだと思います。難易度と特殊戦闘効果で可変して、自分に合ったね難易度でクリアすることができると。で挑戦がね今回もマルチプレイまたはソロプレイで参加できます。前回の給湯時と同じような感じですね。ソロでね難しかった方はマルチで一緒にっていうことなんですけども、こうやって基本的にソロプレイが多くなりがちなこういうゲームで、マルチが楽しくできるようなね新しい敵がね出てくると嬉しいですね。いろいろねあるんですけども、給湯時の場合はねソロで早いとか早いとか遅いとかっていうよりも、楽しくボス戦をねみんなでできるのは嬉しいコンテンツなのかなと。僕も生放送をよくやってるんで、よかったらねマルチ一緒にやってみたいなって方いたらね、生放送中にこの期間中であればお声掛けいただければという形になります。でイベント期間中繰り返しね今言ったように繰り返し挑戦できるんですけども、その最高ポイントね自分の中でランキング更新できるようです。で累計の挑戦ポイントは全挑戦の最高記録の合計なんで、毎日一つずつこの挑戦が追加されて7日目にね合計7個なのかな、挑戦の中でその7個の最高記録の合計ポイントで競い合うというか、そのポイントが基準値に達すると報酬が確定でそのもらえるようですね。でイベント終了後その7個の累計ポイントはなくなっちゃいます。これはいつも通りって感じですね。こういった感じのちょっと縛りがあるので、そこだけ気をつけて、一つの挑戦だけでいい成績残すのもダメっていう形で、ちょっとね前回更新されてたツイッターがこちらになりますね。ちょっと見てみましょうか。こんな感じ、開発中の画面がねツイッターで公開されております。で純粋な無双の雷シーラス、これね雷のこういうね今まで見たことのないようなギミック、あそこら辺雷のねなんかがあるんで、あそこら辺をどうにかする、こういうのをクリアする。でこれはね無双の雷の敵なんで、さあ次行くんですね。無双の岩、多分これが属性ごとに1日ずつ入れ替わるって感じになります。なのでこれねいろんなキャラクター、いろんな元素のキャラクターだったり体験であったり弓だったり、そういうキャラクターをいっぱい育ててないと全部のステージを簡単にクリアするっていうのがね結構難しいんじゃない、偏って成長させてたりとかすると。なのでそういう点でもねマルチ非常に楽しめる可能性がありますね。もちろんね全部育ってるよっていう方とかいないと思うけど、いたらソロでやるのがね早いかもしんないけど、ほらギミックがかなり複雑じゃないですか、こうパッて見ただけでも。なのでちょっと力をね合わせてマルチでやるコンテンツを頑張ってみほよさんがこうやって作った結果、こういう答えに行き着いたんじゃないかなと。いろんな元素ね、前だったら氷だからね給湯時だったらちょっと属性あとドラゴンスパインなんでね、ちょっとキャラの偏りとかあったと思うんですが、そこら辺の調整をしてきてね、ほら風だったり岩だったりだ、ここら辺の調整がね非常にうまくいってたら、あさってからのお昼から友達と一緒にやったりね、僕とかと一緒にやったりとかして楽しいねイベントがまた過ごせるんじゃないかなと思います。
まあ、あと変装システムとかで戦うギミックとかも変わってくると思うんで、そこら辺でちょっとね属性合わないなって感じであれば調節してみたりとかってのもね、まあできんじゃないかなっていうような、はい、一応これツイッターのはねこんな感じですね。はい、はい、でこんな感じ。無双の公共誌、僕的にはね非常に面白そうだなと思います。まあ、7日間ね長丁場の毎日生放送僕やってるんで、よかったらねその毎日新しいの追加されたらもうどんどんやっていくっていう感じでやるんで、まあその日その日でクリアできなかったとかあれば一緒にやってみたり、逆にめちゃめちゃ俺がね苦戦とかしてたらね、ちょっとたまに助けに来てくれるとね非常に助かるかなって。でこのイベントの前に一つ洗礼のやつ、あれ何取りました？宝探しの洗礼3種類ですね、黄色と青と赤だっけ、ピンク。僕はねちなみにこちらにしました。はい、金色の洗礼ですね。まあぶっちゃけ、まあ、特にね何も変わんないんだけど、うん、こうやってアップで見るとね、アップで見ると、まあ、ちょっと中のなんかオーラみたいなのが漂ってたり、こう動きがねあったり、耳がついてたり、まあ、思ったよりねちょっと個性出せるのかなと。みんな何色にしたのかね、もしよかったらねコメント欄とかに書いてくれると非常に嬉しいかもしれないです。はい、でこういった形でまあ、この新しいアクセサリーみたいな、今まで手に入れたアクセサリーとかって、例えばさご飯を食べるものであったり、そのコンパスを使ったものであったりとかで一つ圧迫しちゃうじゃないですか。一個ずつしか装備できないんですけども、この洗礼ですね、このもらったやつ瓶に入ってて今出た状態なんでしょうけど、この子はそういうの圧迫しないでもう普通にアクセサリーでつけてついてくるってだけの設定なんで、まあ、こういうどんどんね新しいものがイベントを通して手に入ってまあいくのかなと。まあ今後ね皆さんよく言うのはね衣装とかもなんか増えてきてくれたら嬉しいなとか、そういう話よく聞くんですけども、まあ徐々にねこうアップデート、かなり早い頻度でね面白いアップデートどんどんやってくれるみほよさんなんで、まあ、一緒にこの歴史をね楽しんでいければっていうところが、まあ、僕の本音であります。はい、ということで一応ね今回こうやって考察の方ですね、無双の公共をお届けしました。はい、よければ動画気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また生放送さっきも言った通りやっていきますんで、ぜひ遊びに来てコメントください。何かしらビルドの話とかできれば一番僕は嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。